鍛え抜かれた上腕二頭筋は筋肉の鎧鈴木達也からアイラ・ブラウンへ、そしてオマラに入った。オマラの得点、リバウンドニュービル取ります。オマラ走ってる、オマラの連続得点。小野寺もらってゴーダがついてます。ここスピードでかわしていく、小野寺レイアップ、オマラのブロックショット、大阪のボールになります。ギリギリでしたね、ギリギリです。鈴木そのままレイアップに行く、オマラがリバウンド取る、アイラブラウンのスリーポイント、いいタッチが入ってきました。大阪エベッサー早かったですね、早かったですね、ダブルチームに行ってまたね、ジュートマークに戻ってと、はい、あ、鈴木がスリーポイント打ち抜く。木下、木下にはフリッピンのディフェンス、オマラに入れる、いやー木下の持ち味出ました。そしてオマラのダンク、ここはニュービルとフリッピンのマッチアップか、ちょっとこれも楽しみですが、おっと目を離した隙にニュービルが仕掛ける、そしてエンドワン、助けした瞬間仕掛けましたね。そうですね、やっぱりこの得点力、これも持ち味。ブラウンのスクリーン使ってパス回す、橋本のコーナースリー打ち抜きます。イオのフローターです。ゲームにうまく入れたんではないでしょうか、はい、大阪はゴーダが入ってます、右のコーナーいます。おニュービルのスリーポイントを打ち返す、ないですが目離せません。そうですね、はい、さあ鈴木ヘジテーションからビハインドバックパス、オーマーラー、今のうまかったですね、一度ね琉球の守り方っていうのも難しくなってるかなと思いますね。そして鈴木選手をこうですよね、見せましたね。ゴーダへ、オマラはもうすでにポジション取って、でニュービル、鈴木、ニュービルトップからスリーポイントを打つ、そして決める、ドライブでそのまま運びます。クーリーを引っ張り出しておいて、竹内のスリーポイント落ち抜いた、来たですね、はい、3クォーター始まりました。まずオマラに入れます、でアイラブラウンが合わせてきました。2本とも成功させたダンカン、その後の大阪ニュービルのアタック、これはシュート前のファールと、はい、うん、このファールがバスケットカウントということになってエンドワン、修正点に挙げられてますが、おお鈴木、鈴木ピックアウトしてゴーダのスリー、ニュービル、ニュービル打ち返す、でエンドワン、すごいですね、す今日のゲーム全部決めてるんで、ニュービル次も決めた4点プレーなんですけど、 DJ ニュービルからオマラ、橋本がカットしていって、おオマラのフックショットです。今の琉球のオフェンスのリズム、さあニュービル、いやニュービルすごいですね、ここで3クォーター終了、難しいシュートであるんですけど、ニュービル選手にとってはああいうのすごくイージーに見えますね、アイロブラウンのブロック、そして木下運ぶ、ゴーダからニュービル、ゴーダフェイク入れてテリネーターのジャンパー、外木下ベースラインカットして左のコーナーにゴーダ、ディープスリーを狙った木下、石崎選手とのそのインタビューの中で、はい、あんまり目立つプレーとかはしない、一個一個堅実にっていうのが自分のスタイルって言ってるんですけど、はい、めちゃくちゃ目立ってるじゃないですか。いやいやいや、ミスマッチになってます。ここはおースリーポイント決めた、決め返す、逆転、さてここでまたミスマッチとなります。ニュービルが仕掛ける、ニュービル、ニュービルのアタック、今村キックアウト、岸本、次木下誠のブロックショット、一気に間合いを詰めました、これナイス、2フォー
4-1 という感じになってきました。おお、ニュービル、ニュービルのフローター、決まる。いや、彼の一挙手一投足っていうのはこういうところですよね。目が離せないですね。彼はあの、なんでしょう、派手なゴーゴーキングスの後押しに応えられるか。リジェクトした岸本、スリーポイント、木下誠のブロック。そうですね、はい、クイックで点取るしかないですね。日本成功、4点差、1点差、4.4秒、ファールにいけない、時計が進んで試合終了。ダンカンのスリーポイントが決まりましたが。